パリ五輪の新種目、ブレイキン男子で4位となり、開会式の日本選手団騎手としても注目を集めた、シゲキックスこと中井茂之と、聖火メーカーの夕飯味格闘の商品の、同名コラボ、CM が流れ始め、ファンの注目を集めている。中井が自身の SNS で新 CM を告知すると、めちゃかっこいい、腹筋バキバキでしたねとコメントが集まった。公開されたのは、 優派味覚とを刺激 g e k i x s h i g 独白編だ。僕の名前はこのグミからもらった、として取り出したのが、同社の商品、刺激 i g e 青い上着とキャップ、白いパンツに身を包んでキレキレのダンスを披露。最後はバキバキに割れた腹筋を見せながらフリーズしている。中来の投稿にファンからは、今 CM 見てびっくりした、見ました。 ここんとこめっちゃ CM 流れてますとコメントが集まり、めちゃかっこいいです、見ました。最後のフリーズ腹筋バキバキでしたねと CM 中のダンスに注目した声も。さらに、s h i g e k って名前はグミからもらったの。ってびっくりした、という声もあった。同社の公式ウェブサイトによると、ナカライとのコラボレーションは2年前から実施しており、 中来の踊る姿がパッケージにあしらわれた商品も発売されている。